先生、ちょっとお時間いただくわ。昨日は七夕だったわね。シャーレの笹に便利屋メンバーの短冊も飾らせてもらったわ。書いただけで願い事が叶うとはさすがに思わないけれど、こういう機会に目標を振り返るのは大切よね。ん？どうしたの？そんなに後ろばかり見て。もしかして私が何を書いたか気になるのかしら。見られて困るようなことは書いてないけど。交換条件に先生の願いも教えてほしいわ。ブルーアーカイブ。